あって始まってるか、始まってるわ、はんはんはん、え、始まってる、あ、もういいや、すいません、僕がやりました、すいません、ごめんなさい。あ、なんか、本当に何をやったか、やらかしたかっていうと、ちょっと韓国でさ、今ちょっと俺炎上してるんですよ。プチかな、プチ炎上かな、何か、プチ炎上してんのかな。何かっていうとさ、まあ、TikTok の方でね、なんかチーズをぐるぐる巻きにしてさ、なんかさ、飛び散るみたいなさ、アクシデント起きてるじゃないですか。それをね、まとめ動画を上げて出したら、ものすごい韓国からコメント来てて、チョコレートに載せときますね、ここら辺に。韓国を真似したが、笑わせることはできなかった。うん、まあ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 、でも俺笑ってんだよな。俺自分見て笑っちゃってんだよな、ちょっと。やばいやつだなと思って。他の人が先にやったことを同じように行動するのは正しくない。あなたのものを、そうせ、そういう、そんなこと言われたらさ、人っていうのは何もできなくなっちゃうんですよ。YouTuber もこの世に一人しかね、できないことになっちゃうからね。で、まあこの翻訳をしてみると、不自然なクソ。え、ちょ、怖っ。ちょ、ごめんなさい。不自然なクソって何？最近お腹壊し、いやいや、これは何ですか？テスターフーンをフォローしています。テスターフーンさんっていう人をフォローしてんのかな？俺フォローしてないんだけどね、俺。フォローしてっけ？俺フォローしてたっけ？俺って。フォローしてるよ、俺って。フォローしてたっけ？あ、してないよね。あ、してないね。多分してないよね。あ、してない。コピーするなっていうコメントが多い中、もうこれも来て、なんか、これ翻訳するとなんか、テスターフーンは塩辛い。俺の情報では、塩辛なんですよね、この人って。塩辛なのかな？怖い、もう、いや、ごめんなさい、もう、いや、ちょっと待って、鼻、いや、これをね、しっかり説明すると、テスターフーンさんってなんか、チーズのくるくる回ってるさ、すごいバズった人いるじゃないですか。あれの真似すんなと。そういうことでしょ、言ってんのは。わかるわかる。なんか、ワカメの話してんじゃなくて、なんかわかりますよ、もちろん。え、でもあれハプニングでしょ？結果的に起こった面白いことをさ、動画で載せてさ、ハプニングじゃん、言ってしまえばあれって。アクシデントに真似もないじゃん、だって。仮に俺がさ、もうさ、チンチンを出してさ、なんか動画にさ、アクシデントで起こっちゃってチンチン出してさ、なんかもし、あ、ごめん、チンチン触っちゃった、なんか、ティーって呼ぼう、これ、ティーって。ティーをさ、出しちゃったとしてさ、まあ結果的に、もううっせえなこいつ、おいうっせえな、まあ結果的に出ちゃって面白いなと思って動画上げて、で、やっぱ先駆者っているじゃないですか、T を出した先駆者っていうのは。その人は真似をするなんて言われないじゃん、だって。結果的に悪い人が一番最初に動画上げただけでしょ、そんなもんね。だからさ、こいつはマジ意味わかんねえなと思って、バカなんじゃねえかな。なんかさ、本当に今日はさ、もう反省してるんですよ、本当やばい。なんで、ちょっと火に油を注ぐ感じで、ごめんなさいっていう気持ちも込めて、大量のキムチがここにあって、プラスね、昨日2時間前ぐらいに肉のハナマサってとこに行ってきて、巨大なね、この肉を買ってきましたんで、この2つ使ってさ、サムギョプサルしたらさ、ちょっとさ、いいんじゃないかなと思って。ケールこと本当ね、シンプルなんで、あ、シンプルなんで、肉焼くだけっすね。火星に行くだけみたいな。3、2、1、おいしゃー。俺の夢みたいで、でっかい、これ。マグロ寿司みたい、寿司マグロか、寿司マグロみたいじゃない、なんか。え、ちょっと大丈夫これ、なんかすごいさ、すごく美味しそうじゃないですか。なんかクリームブリュレって、なんかブリュレっぽいね、ブリュレっぽい、ブリ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 みたいな、なんかブリュレブリ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 レみたいな。ブリブリなのかな、ブリュレって。よし、おばちゃんの肌着みたいなやつをちょっと置いて、こっちはひいおばあちゃんの肌着をちょっと置きまして、お、すごっ、やばやばこれ、お尻に入れすぎた布団みたいな、それちょっと置いてきますね、ここに。なんか焼けてないの、全然。無理でしたわ、切らないと無理なんで、ちょっと切っていきます。ほら見て、これ真っ赤だもん、だって中がアフリカの太陽みたい。なんか子供自体結構思い出すなと思って、今いい感じかな、これ。ちょっとこれちょっと切っていくね、これを。豚肉焼いてるとすごい臭いっすね、なんか友達に来ているみたい。今日はね、結構ね、いい感じにさ、なんか、うわっ、やばい、お尻って脂っこくなってない？元から脂っこい骨はあるんだけど、脂っこい、なんか、あー、ちょっとあ、ちょっと熱いよ、これ下が熱いわ。俺みたい、俺の尻温かいから、結構モリモリじゃない、これめっちゃモリモリ、マリモッコリみたいな、なんかマリモッコリみたい。ということで、しっかりきれいに食べていきたいと思います。いってきます。よっしゃー、
飛んできた。おじさんの背中っぽくない？ちょっとだけ。なんか昨日さ、一緒にお風呂入ったおじさんとさ、結構似てるなと思って。いただきまーす。せーん、あ、皮膚を裂いてるみたい、なんか。いただきまーす。うん、うん、酸っぱ、辛めの酸っぱいキムチですね、これ。なんか教頭先生じゃない、体育の先生みたい、これ。酸っぱくて気持ち悪い。あ、ちょ、よし、この木の幹、木の幹、ええ、幹、みきちゃん、欲しいよこれ。でもなんかさ、ロールキャベツっぽくない？結構ロールキャベツでもあり、サムギョプサルみたいな、犯罪者でもあり、あの普通の人みたいな。俺じゃねえか。うん、あ、や、出た。キムチが酸っぱいからさ、なんか出てさ、胃液みたいだったら、今もう普通にゲボ出たんじゃないかなと思ってびっくりした今。コメンタイム。私が700人分押すから安心して。優しい。泣いちゃう普通に。鼻水がすごい出てる。このチャンネルでは汚い、うるさい、ゲップ、下ネタが含まれます。嘘、俺的にすごいさ、クリーンチャンネルだと思ってんだけどさ、どういうことかな？どれぐらいクリーンかっていうと、なんか、あの、ゴミ収集車ぐらい。今日電車でよくわかんない線乗ったから、どうやってこれ生産するの？切符のやり方わかんないと思って、なんかわかってる風に接してたら、すごい失敗しちゃって、めちゃめちゃ恥ずかしかった。あるあるじゃない？こういうのって。普通に。でもね、包容力があって、すごいこのキムチ、素晴らしい。なんか、普通のキムチってさ、どっちかというとさ、ふんどしみたいじゃん、なんか、一面だけ隠すみたいな。ニップル、ニップ、ニップ、なんか乳首隠すやつみたいなやつじゃないですか、結構。でもこれ、でかくてさ、でかくてー包容力があってさ、お母さんみたい、なんか、キムチみたいって言われて、どういう気持ちなんだろう、お母さん。まあ、いいや。うん。やべ。うん。そばみたい、そば。吸えるかな。じゃあ解除したね、僕含め101万人の方、変態ってこと？そう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 。だってド変態しかいないっしょ、これ。逆に珍しいなと思って、こんなさ、汚ねえチャンネルで、汚ねえじゃねえ、クリーンだけど、なんかどこかしら汚ねえところはあるじゃん、結構。100万人行かせていただいて、ありがとうございます。夢を見せていただいて。なんかわかんない。終わりみたいな言い方してんじゃん、俺。まだ一花咲かせたいんで、水やりとか頑張りたいっすね、結構。あっちゃ。この人いつか空飛びそう。そう。You can fly だよ。You can fly。空もね、飛ぼうと思えば飛べるのよ。カリカリで美味しそう。なんか、カリサックにしようかな。俺、カリサックに名前しようかな。なんか AV のタイトルでありそうだもんね。サムギョプサル美味しい。やばい。サムギョプサルの食い方してないんだけど美味しい。もうやめてよ。自動字幕つけたらゲップのところで音楽って出てきたら草。なんかいろんなコメント見てるとさ、この音声字幕みたいなおつをさ、自動つけるとすごくおいしいじゃない。うん。
でもびっくりだよね、韓国で話題になっちゃうって。まあね、そんな気にしてないんだけど、反省もまあしてるってふりしながら、あ、全然してないんだけど、やっぱ悪い自覚がないから、やっぱちょっと待って、もう無理、これくらい油の塊、ちょっと油の塊、今きつい。やべえ、美味しくてムカデになっちゃった。まあいいや、最近地震来たから、ちょっと保存食にこれも持ち歩きたいなと思いまして、超売りやばい、これ気持ちきつい、超休憩しまーす。映画館みたいな匂いする。